まあ、ちょっと簡単に自己紹介だけ最初したいなと思います。まあ、僕がこのオープン CNP の勉強会に参加したのは2014年の3月から、まあ、当時大阪に住んでましたんで、その関西での勉強会に最初に参加して、で、まあ、そこからちょっと会社に入って、で、まあ、東京に勤務になったん で2014年東京で2回ほど発表してました。あ、ごめんなさい。はい。で、まあ、ちょっといろいろ移動とかあって、まあ、また大阪に戻って、で、ちょっと転職で東京に来ることになったんで、まあ、ちょっとその挨拶として、まあ、一回、まあ、発表に来たというのが一つです。で、あと、もう一つ、ちょっとまあ、このオープンフォームの標準ソルバーについてどういうものが人気なのかっていうのをちょっと知りたいのが二つ目。で、三つ目はちょっと今まで、まあ、リブレオフィスインプレスで作ってたんですけど、ちょっと、まあ、別のソフトでスライドを作ってみたいな、その、まあ、技術のなんていうか試しというか、そういうのをやりたいと思って今日は来ました。で、僕の興味関心なんですけども、僕は自由ソフトとか組版技術、数値解析、あと大気環境、まあ、大気汚染とか地球温暖化とかっていうふうに捉えてもらっていいんですけど、そういうところに興味がありまして、過去にはこういう Python のなんか可視化のライブラリーとか、あとまあ気象モデルのワーフの使い方のなんていうか資料とか、まあ、ここでここに見えてるやつですねまあここでまあ、こういうことに興味を持ってやっています。で、まあ、今日の発表です。で、まあ、こういう感じでちょっと、まあ、内容としては、まあ、後で公開するので別にメモとかいらないんですけど、まあ、オープンフォームの標準ソルバーって多いよねっていうことでまあちょっとどれが使いやすいかなっていうのをちょっと、まあ、調べましたということで、その発表です。で、モチベーションなんですけども、僕はまあちょっと数値解析には興味あるんですけども、オープンホームとか数値解析をなんていうかやるモチベーションというのがないなというのがというのがありまして、まあちょっと日常生活でちょっと、まあ、オープンホームうまく使えないかなとか、なんか面白いことできないかなっていうふうなちょっと考えてて、ちょっと数値解析をなんか日常生活で役に立てるの難しいなとか、まあちょっとそういうのを自分の中でまあ大きな問題意識持ってて、も持ってるっていうのが一つあります。で、オープンホームやる上にあたって、ちょっとオープンホームって標準ソルバーがめちゃくちゃ多いなと、まあその分充実っていいと思うんですけど、まあ数えたところ全部で69ソルバー標準ではあって、まあどれから手をつけたらいいのかわからないし、僕特にオープンホームで何かやりたいってことないんで、どのソルバーが一体面白いのかなっていうのもちょっとわからないんですよね。で、ちょうど昨年オープンホームの 3.0 が、まあ、メジャーバーリリースアップですね。で、出まして、まあちょっとこの、まあ、新年度ということで、まあこういう、まあどのソルバーが人気があるかっていうのはちょっと、まあ新年度で、まあ、新しく始める人にとっても、まあ、僕も知りたいですし、まあ、ちょっと面白いかなと思ってちょっと調べました。で、オープンホームの標準ソルバーなんですけども、まあ、最新版が2016年1月13日にオープンホーム V3 プラスっていうのが出てるみたいですね。で、これ見ましたら、まあ、13分で合計69個、まあ、ここからですね、69個あります。で、オープンホームのユーザーガイドがなんか2個あって、配布元の ESI のサイトと、あと、ここと、あと、もう一個、なんていうんですかね、ありまして、あ、そっか、あ、そっか、これ。ここですかね。CFD ダイレクトっていうの、なんか2個あって、まあ、どっちがいいのかなっていうのをちょっと、まあ、迷ったんですけど、こっちの方を見ると CFD ダイレクトが今、マニュアルメンテしてるってことなんで、こっちの方を正として、それでちょっと調べました。はい。で、ごめんなさいね。で、それについて調べます。で、調査方法なんですけども、まあ、人気ってなんだっていうことなんですけども、人気度っていうのはここでは検索ヒット数っていうふうに定義しました。まあ、人気どれくらいやってるかっていうのは、まあ、一般の人が調べるのには、まあ、この検索ヒット数を調べるのって結構、まあ、手軽でいいなと思ってる、僕はよくやるんですけど、まあ、世界最大の検索エンジンである Google を使います。で、Google での検索ヒット数を人気度とみなして、ソルバーごとに人気度を比較しました。検索した時に出てくるこれですね。ここの数字を人気度としてカウントしました。で、あ、ちょっと待ってね。で、下に行くんですよね、これ。で、検索条件なんですけども、まあ、数値解析でもそうですけども、その前提条件っていうのが、まあ、めちゃくちゃ大事だなと思っています。で、一つ目がですね、その、米国の Google で検索するっていうんですね。普通にですね、Google.com で行くと、co.jp の方にリダイレクトされてしまうんですよね。で、まあ、.com のアメリカのやつと日本のやつでやると、検索ヒット数が結構変わってくるものがあるんですよね。例えばなんですかね、モンテカルロシミュレーションのやつとか4倍とかヒット数が変わったりするやつがあるので、ちょっとここは大事なポイントかなと思いました。で、あと検索するときのキーワードですね。で、オープンフォームプラスソルバ名というふうなフォーマットでやります。というのも、まあ、Google 検索ではこういうふうに
引用符で囲まないと勝手に単語分割して検索されますので、まあ、変な風に解釈されるってこと、あとスプレーフォームみたいにこういうスプレーとかそういう一般的な単語が入ってると関係ないページまで大量にヒットするってことで、やってきました。で、使用ブラウザは僕のパソコンなんですけど、まあ、クロミング、まあ、自由なブラウザですね。で、あと Google アカウントをログアウトして、まあ、検索履歴の影響を排除しました。で、あとちょっと下見えないな、下見えないですけど、あとシークレットモードでやりました。で、あと調べた日付は4月の6日です、今年のでやりました。あ、ごめんなさい、こうか。で、こうですね、ちょっとごめんね、こうですね、まあ、いきなり検索ヒット数って言っても、まあ、規模感がわからないんで、まず、まあ、基準となるようなものをちょっと検索しまして、まあ、どんなもんかなっていうのを見ました。で、まあ、オープンフォームって単純に入れますと、google.com で、44万7千ヒット。まあ、今回調べた中で、特になんか一番大きかったですね。で、続いて、OpenCFD。これ、OpenCFD の開発元だっていうふうに聞いてるんですけど、ここは22万9800。で、OpenCA、これは日本で生まれた和製の単語っていうふうに聞いてるんですけど、これも結構ありましたね。11万1100。で、OpenCA 学会、日本語でやると3840。英語の表記はあんまりなんか人気がないのか166でしたね。あと、国プロジェクトのフロントフロー、ブルーとかレッドとか、まあ、英語で調べてもこの2000とか、オープンホームの100分の1とか、それくらい、まあ、この程度かと。あと、サルムメーカーとかこうなんですね。あと、コードアスターとか、まあ、こういうのがちょっとあったんで、まあ、ちょっとこれ参考程度に見ておくと、まあ、比較しやすいかなと思いました。で、ここから、まあ、一個ずつ、まあ、ざっと見ていくんですけども、まあ、先ほども見せたように13分類あります。で、それ一個ずつ、調べました。で、まあ、基礎的な CFD コードだと、このポテンシャルフォームっていうのが、あ、こういう発表が、この、こういうスライドは、そう、10枚くらい続きます。まあ、だいたい2300くらいで、まあ、なるほど、こんなもんかと。で、続いて、その、非圧縮性流れなんですけども、このアイクホームが12900で結構ありますね。あと、この一番下のシンプルホーム。これも14300で、この二つが大きい。で、まあ、最後にまとめるんですけど、まあ、そうですね。こんな感じですね。規模感として。で、続いて、非圧縮性流れなんですけども、これはまあ、まあ、5000とか、4000とか。まあ、ちょっとちっちゃくて見えないかもしれないですけど、まあ、これくらいの規模感でした。はい。で、多層流。マルチフェイズなんですけども、これはですね、インターフォームが14200、ちょっと小さくてごめんなさいね。これがまあズバ抜けて大きい。で、あとが、マルチフェイズオイラーフォームだったかな。まあ、とか、この辺がまあちょっと大きい。とか、はい、そういうのが分かりました。で、DNS ですね。これが日本だと500とか1000いかなかったんですけど、google.com で検索すると3810とか結構、まあ、需要があるのかなっていうふうにちょっと思いました。あ、ごめんなさい。次、燃焼なんですけども、これは、この PDR フォームっていうやつ、これが5840。まあまあまあ、あとエンジンフォーム。この辺が結構人気はありましたね。で、次は熱輸送なんですけど、これはこのブオヤントシンプルフォーム、これがまあ大きかった。あと、このブオヤント、なんていうのか忘れないですけど、シンプルフォーム。この辺が結構、まあ、人気があるっていうような形でした。で、粒子砲。粒子砲はまあ全体的にちょっと低めで、スプレーフォームがちょっと3100くらいで、まあ結構、まあ、調べられているのかなというふうに思いました。で、分子動力学。モレキュラダイナミクスですね。これは、まあ、あんまり、まあ、メジャーじゃないのかなということです。まあ、2000以内程度。で、DNS。まあ、これ、か、モンテカルロ、ごめんなさい。これが、まあ、6108で、結構、まあ、調べられている感じですね。で、電磁流体は、まあ、最大でも3000とか、それくらいですね。で、あと、個体、まあ、オープンホーム流体なんで、あんまり、まあ、個体で使われてるっていう、体化式であんまりないんですけど、まあ、2000とか、これくらいの、まあ、キット数でした。で、最後に、金融工学。まあ、個人的にはオープンホームはこういう金融工学みたいなのがあるのが面白いなというふうにちょっと、まあ、思っています。で、これが2000とか、それくらいですね。はい。で、最後に、まあ、これ僕の興味関心なんですけど、周辺ツールとして、まあ、メッシャーとか、まあ、どういうものか、どれくらいなんかなと思って、ちょっと調べました。で、ブロックメッシュとスナップヘックスメッシュは、多分昔からあるソフトなんで、結構、まあ、で、使われてるので、結構、桁が大きいですね。2万とか700とか。で、あと、まあ、トゥリーフォームとか、ヘリックスとか、まあ、ちょっと、まあ、きっと一桁下がるというふうな、まあ、そんな感じでした。
はい。で、ちょっとここから、集計に入りますね。で、ソルバ別、まあ、これ全ソルバさっき並べてたんですけど、これをグラフにしました。で、これを見ますと、このアイコホームとかシンプルホーム、あとインターホーム、まあ、この辺が、まあ、三強と言いますかね。ズバ抜けてますよね、頭が一つ。で、それに続きまして、ソニックホーム、マルチフェーズインターホームとか PDR とか、この辺がちょっと、まあ、中堅。中堅っていうのもあれですけどね。で、この全体的に見ますと、この、非圧縮流れが全体的に平均値が高いなというふうな、まあ、印象ですけどね。そういう印象を持ちました。はい。で、まあ、僕の感想なんですけど、まあ、シンプルな名前のソルバがちょっと人気なところが多いな。シンプルとか、アイコとか、ソニックとか。で、非圧縮性流れは平均がまあ、だいたい3000くらいかな。まあ、目分によるとそれくらいと多い。で、多層流なんですけど、まあ、多層流はインターホームとこの辺だけがちょっと高いですけど、他なんか全然疲れてないのかなっていうふうな、まあ、そういう印象ですね。はい。で、続いて検索ヒット数の上位で相当して並べ替えたやつなんですけども、で上位からシンプルホームが14000で、インターホーム、アイコホーム。で、4位にそのモンテカルロ法が入ってきてるんですね。ちょっと予想外だったんですけど、これ6800円。で、多層流のマルチフェーズ。で、燃焼。で、圧縮性ソニック。熱輸送ブリアントで、多層流。で、ピストホーム。まあ、こういう、まあ、ランキングでした。で、この中で、まあ、見る限り、非圧縮性流れと多層流が上位10位に3、それぞれ3個ある。まあ、この辺、まあ、流体解析なんで、まあ、やはりメジャーなところなのかな。というところです。で、まあ、先ほども申しました、挙げましたけど、モンテカルロ法が4位と、まあ、ちょっと意外と人気だったんで、モンテカルロ法ってどういうところで使うのかなっていう、僕よく、今よく分かってるんですけど、まあ、いろいろなんか使い道あるのかなっていうふうな印象でした。で、集計しました。で、集計し、まあ、最大がシンプルホーム。で、最小がこのローリアクティングブロイアントホームで295ヒットでした。で、平均がだいたい2800くらい。で、ローセントラルホームあたり。で、標準偏差がその2800くらいで、まあ、結構ばらつきが大きい。なというふうな、まあ、使われてるやつ使われないので、まあ、差が大きいなというふうな、そういう印象を持ちました。統計結果全体ですけども、まあ、人気ソルバの傾向としては、その、非圧縮性流れで多層流、まあ、どっちか。で、シンプルな名前のものがよく使われてるなというふうな、そういう印象を持ちました。で、この辺、それら以外のこの基礎的なとか、電磁流体とか固体とか、その辺はな、オープンホームの中では、まあ、マイナーなところなのかなというふうな、まあ、印象を持ちました。で、最後なんです。まとめです。オープンフォーム、まあ、メジャーバージョンが上がって、まあ、今後使う上でどういうものがいいかっていうのを調べました。で、全標準ソルバ69個を Google で検索して、一つを比較しました。で、人気ソルバは、まあ、非圧縮性で流れとか、多層流流れ。で、シンプルなものが人気で、モルゼンカルロ法が意外と人気で、まあ、さっきこっちに載せた、この10位。この辺に入ってるようなソルバ使っておけばとりあえず安全なんじゃないかというまあそういう好みの、はい、感想でした。はい、以上です。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。質問、コメントのある方。リブネスタイルのいつのバージョンです。え、リブネスタイルのいつのバージョン。最近また出ましたよね。これはリビール.js っていう JavaScript を使ってでやってます。はい。で、それでやってます。まあちょっとどんなもんかなと思って、はい。使ってみたというところです。はい。ありがとうございます。シークレットモードで検索したのは何ですか？まあ僕よくわかってないんですけど、シークレットモードにしないとその検索履歴がなんか、まあ、残っていくのかなっていうふうな。別の、その、続けて同じような検索するから、ね、あ、そうです。されないように。はい、そういうことです。まあ、それの影響を、まあ、配慮したいということで、そういう条件でやりました。はい。なんか、どれが使われているとかあんまり興味ないんですけどね。なんか、どうでした？イメージ通りでしたかな？この傾向とか。シンプルフォームとインターフォームが1位2位はすぐに分かったけど、3位がアイコフォームでしたね。アイコフォーム、まあそうだったんだけど、シンプルフォームがないのはおかしいし、DM、モンテカルロ法があるのは、なんかこれは変な SEO と絡んでんじゃないかなと思う。こんなに出るはずないんだけどな。あ、そうですか。なんかこのスパム的な、スパムワードじゃなかった。そうですか、なんでだろうな。このものスパムって何の面白いですか。SMC で今僕が今ググってはそんな出ないし、なんこれが出るってのは僕は直感的におかしい気がする。おかしいですか。映像拾ってるよ。sco.jp じゃなくて、コムの方でですか。コムでやってるんだけど、ちょっと、コムのなんだっけ、あと最後なんだっけ。NCR つけないと、NCR、ね、リダイレクトされちゃいます。うん。
いや直感的にはおかしいですね。おかしいですか。と、はい、いうか自分が解きたい機能のソルバを調べていくのは正当だと思ったけど、こういうデータで調べたら相当モチベーションないね。はい。いやそうですよ。はい。シンプルフォームですね。シンプルフォーム3点なんですね。はい。まあちょっとオープンホームで何やってたら面白いかなっていうのはちょっと。日常生活の空気の計算したくなりますよね。なりますか。スカートスカートスカートですか。君ワーフ使えたら前のメタ言ったけどワーフで、いやーでも日本全体解いて秋葉原とこよちゃんと、はい、それやって何の意味があるんだろうなとそんなん考えてるんですよ。意味はないですよ。意味ないんですか。やってほしいんだよ。ワーフやってほしいの、はい、いいですか。はい、まあ、また後で、はい、まあこんなんですけど、まあ質問はないですかね。モンテガルの方が多分おかしい。おかしいですかね。うん、なんかノイズがあると思う。ノイズですか。うん、それかこいつら一派がなんかこいつを作った一派が多分 SEO やってる。ありますかね。ちゃんと僕あの条件書いてるんで、あのそれで同じようにやっていただいたらいいと思いますけど。ユーザーいるはずない。ないですか。と思わないですか。というかこれをランキングを結果を発表する前にみんなにアンケート取って予想してもらえば面白かった。最初に何が1位。あそれ作ってる時になんか思い出して考えてたんですけど、なんか忘れましたね。はい。はい。はい。やろうかなと思って、うん、ちょっとあの。多分みんなシンプルホームと答えるなと思って。あ、もちろん。まあ、この辺トップ10位。そうですね。はい。けど、こうやってざっと見ると、まあ、ちょっと前つばなところはあるけど、まあ大体上位に実は固定してるんですけどね。モンテカルロ。GDR とね、DSMC はちょっと GDR は怪しいね。難しい。だからこの名前のなんか変な違うものが。名称のものがあるんじゃないのっていうですか。一応オープンホームスペースでやったんですけど、オープンホームって入れてるんですけどね。はい、もし何かそういう利用状況の同期とかあったら教えてください。はい、はい、いいですか。はい、はい、ありがとうございました。あ